はい、続いては手持ち積む全部紹介するまで終われま10話ですね。バースデーアナでございます。アナと雪の女王よりですね、一緒に消せるエルサが出て、でそのエルサは周りの積むも一緒に消してくれるということで、マレフィセントとかそれからマレフィセントドラゴンと同じような効果を持つってことなんですかね。まあ、この積むを使った時にそのエルサはなんだろうな、こうハートマークでも出してくれるっていう感じなんですかね。はい、でお供をしている人たちは、ジーニーとセバスチャンとグーフィーと、それから肝心のこのアナと雪の女王に出てくるスベンじゃないな、なんだろうこの馬、ライダー、違うな、まあまあなんかこれを使うときにササッてないんじゃないですかね。おー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 、ハートめっちゃ出しながらめっちゃ消してくれますね。なるほどな。あーなるほどね、これはすごい強烈な積むでございますね。おー、あ、これめっちゃ消えるんです。お、ファンタスティック31個消してくれましたよ。あー素晴らしい。やっぱりあれですね、お姉様の力偉大というところですね。はい、もう一回ほら、だって3つ繋げただけでも8個も消してくれるんですもん。いやすごい威力ですね。これをフィーバータイムにいきます。どう32かー、すごいな、すごいな。ほいほい、ちょっとジーニめっちゃいる、ジーニ。ほい、じゃあもう一回いきましょう。じゃーん、ほいほい。アナだけじゃない、エルサだけでも5個つなげたら20個に消してくれるというのは最高でございますね。ところでこの本当に馬ちゃんは一体誰なんだろうな。馬ちゃんがわからないのはあれですね。ちょっといいか。お、ビッグエルサ出てきましたよ。ビッグエルサ、まあそういうこともありますよね。はい、ということで今、自分のですね言動を振り返ってみると、ということでが多すぎるので、次回の動画はということでを禁止してプレイしていきたいと思います。はい、じゃあ今回はバースデーアナを紹介してもいきました。で合計フィーバー数6まで来たんで、あと2回ねフィーバー行ったらミッションもクリアできるという、そんなところまでやっていきます。ということで、そんなところで一緒だな、これも気にしなくちゃいけないですね。次回ちょっとミッションもクリア、自分なりのミッションもクリアできるか頑張ってやってまいりたいと思います。ということでまた次回お会いしましょう。では。